次に後藤仁志君、はい、後藤仁志君。大臣ご就任おめでとうございます。今日は1時間という限られた時間ですけれども、いくつかですね、論点を立てながら、私も検討委員会のですね、主催をした立場で、できるだけいい形でこの法律がですね、成立をして、そして執行ができるようなという形で話を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。表示の方に入る前にいくつか確認をしたい点があります。昨年の通常国会で消費安全調査委員会がスタートいたしました。当時大臣もですね、参の方でいろんな論点でお話をいただいたことを思い出しますが、10月から施行されてちょうど7ヶ月が経過をしています。当初は事務局体制も充実をさせながら、できるだけたくさんの案件をですね、対応していくということが1年前のイメージだったんですが、なかなか現状は進んでいないという指摘も起用します。現状と、そしてなぜですね、この調査委員会がですね、十分な役割をまだ果たしきれないのか、大臣どのように現時点でお考えになっているのか、まずお尋ねをしたいというふうに思います。森国務大臣。後藤委員が当時副大臣としてお取り組みになったことに深い敬意を表したいと思います。消費者安全調査会の現在の審議状況ということでございますが、昨年10月に発足をしまして、発足から7ヶ月の間に、調査等の対象としてエレベーターの事故、ガス湯沸かし機の事故など5件の事故が選定されました。これらの事故には調査委員会発足の契機となった事故などが含まれており、現在その背景的な要因も含めて丁寧かつ多角的に調査等を行っているところと承知をしております。このほかこれまでに寄せられた申し出、4月末現在で80件でございますけれども、申し出者の方々の思いをおろそかにしないよう、原則としてすべての申し出案件について委員の方々の知見も活用しながら、より丁寧に情報収集や分析を行い、調査等を行うか否かについて、まず慎重に審議を行っているところでございます。これまでに41件の申し出について不選定とさせていただいておりますけれども、その際にも申し出者の方に相談窓口などに関するアドバイスを含めた丁寧な回答を行ってまいりました。さらに5月17日に開催されました調査委員会においては、機械式立体駐車場の事故について今後新たに調査等を行っていく方針を決めたところでございます。10月に発足をしてから、調査の委員の方以外のですね、専門調査員がまだ選任されてなかったものでございますから、10月の発足の後専門調査員の選定、そして事務局の体制と整備を進めてきたところでございますが、そのような調査を行うための体制も徐々に整備をされてまいりましたので、今後調査委員会においては調査等の活動をさらに活発化、加速化させまして、申し出者の方々や広く国民から期待される役割を十分に果たしていただけるようにしてまいりたいと思っております。委員長。後藤仁志君。今大臣がお答えいただいたように、80件今までに申し出があって、そのうちの41件はですね、調査を行わないことを、これは昨年の10月3日に決められた選定方針に基づいてお決めになったと思いますけれども、半分はやらないと、で5件を今やっているという形で、去年の委員会の審議の中でですね、法案の審議の中では過去のですね、重要事案も含めてやるという話を、しておりました。これについては多分まだ未着手だというふうに思いますけれども、多分これ大臣ですね、体制的に、当時もいろんな議論がありましたけれども、委員が7人で少ないと
という当時厳しいご指摘もありました。それをカバーするのには臨時委員や専門委員を組み合わせてやると。で、事務局もなかなかその今のような状況ではたくさん事務局体制をですね、人を増やすということもできませんから、今臨時委員が19人、専門委員が34人、事務局員が13人から、今年度になって21人、8人増えたということのようですけれども、大臣、やっぱりこれ、執行体制をですね、もう少しやっぱ工夫をしないと、当初のイメージのように、この消費者安全調査委員会がですね、役割を、十分な役割をやっぱ果たさないというふうに思うんですよね。その点について大臣、個人的な部分も、強化しようというお気持ちはありませんか。森井国務大臣。ご指摘のとおり、マンパワーの点でですね、さらに増強を図ってい、く必要があると思っております。委員長。後藤仁志君。じゃちょっと別の、じゃあ質問をいたします。これも私たちが国民生活センターとですね、消費者庁、消費者委員会も含めて、いろんな機能をですね、見直しをしたり、できるだけ一緒になれるものはしていこうということで、議論をしてまいりました。いわゆるその国民センターの国への移行ということで、これも去年の通常常会ではですね、当時の大臣も含めて厳しい指摘をいただきました。ただし大臣ですね、消費者庁がスタートした、消費者庁及び消費者安全委員会の発足は平成21年ですから、発足の3年以内に、消費者庁の関与のあり方、国民生活センターの業務見直しも含めて、検討を加え必要な措置ということで、去年もぎりぎり3年ということで、私たちはできるだけその法律の趣旨にのっとって、議論をして、法案を提出しようとしましたけれども、なかなか議論に応じてもらえなかったということをトラウマのように今急に思い出しました。もう4年経ってるんですが、大臣、これ法律違反じゃないんですか。はい、厚労省、川口審判ごめんなさい、内閣府川口大臣官房審判。短くていいよ。内閣府でございます。現在昨年の本年3月より森雅子大臣がさまざまな立場の有識者と意見交換を行う消費者行政の体制整備のための意見交換会を開催いたしまして、委員ご指摘の論点につきまして、ご検討をいただいているところでございますが、この意見交換会につきましては、まさに委員ご指摘の消費者庁及び消費者委員会設置法付則第3項の趣旨を踏まえ検討いただいているところでございまして、政府全体の行政改革及び独立行政法人制度改革の動向を見極めつつ1年かけて検討するということとしているところでございます。後藤仁志君。大臣ですね、昨日の読売新聞ですが、独法問題について、研究開発力の強化ということはありますけれども、私たちが去年決めた統合再編を白紙で、独法制度を継続という、事実かどうかはよく分かりませんけれども、報道がありました。大臣、今川口さんからお話をいただきましたけれども、それは十分分かっています。分かっていますが、法律の付則で3年以内、平成24年9月までに、検討を加えて必要な措置を講ずるということで、こうしないんじゃないですか。ですから1年じゃなくて1年だと5年経っちゃうんですよ。確実な法律違反だと私は思いますけど、大臣、どういうふうにお考えですか。森国務大臣。付則に3年以内と書いてあって、24年9月までというと当時民主党政権の時代だと思いますけれども、当時のですね、国民生活センターのことについての見直しが独法改革のですね、一環として、独法はとにかく統合を再編するんだということが前提にありきで進められていたという経緯がございました。
現在私の下で行われております、消費者行政組織のですね、あり方検討会においても消費者団体の方々がですね、出される意見すべてですね、やはりこの前政権の間に行われていたものが国民生活センターのあり方、国民生活センターの意義効用というよりは独法改革が前提とされていたところがあり、なかなかですね、議論が提案がしにくかったという意見がですね、前回も出されたところでございます。私どもは法律の趣旨にのっとって国民生活センターを含めた行政組織全体の在り方について今議論を進めているところでございます。後藤仁志君。大臣、これ以上はしませんけども、大臣ぜひね、去年の8月22日のこの検討会の報告書、最小国ですが、もう一度きちっと読んでいただきたいと思うんです。独法改革を別に優先したわけじゃなくて、その基本的な方向性はそれぞれ持っている今機能のですね、充実強化、そして一体性を確保しながら、消費者行政をより強化するということで検討してまいりました。で、先ほど神戸さんが話をしてくれたようにですね、大臣の下でまた新たにということで、多分同じような方のですね、ご意見をお考えをしていると思うんです。ですからそれは事実とはちょっと反映しているんで、ぜひ大臣、すべて私たちがということが悪いという前提であればそうなんでしょうけども、いろんなやっぱり消費者団体の意見、消費者の方の意見、そして事業者の方の意見、いろんな意見をやっぱり、きちっと、延べ2年ですね、聞いてまとめたものなんで、ぜひきちっと私もこれまとめた責任がありますんで読んでいただいて、きちっと活用できる分は活用していただいて、私別にこれで大臣をですね、何かしようなんてことは思ってなくて、やっぱり消費者行政をより、いい方向にですね、持っていってもらいたいということなんで、その点についてはちょっと大臣簡潔に今のお気持ちお伺いしています。森国務大臣。後藤大臣のですね、当時から の消費者行政をより良くするためのというご努力についてですね、私もですね、深い敬意を表したいところでございます。民主党政権自体のですね、さまざまな会議の中に出ていただきました、その同じ団体のですね、同じ方々に来ていただいて、その8月22日のですね、報告書のですね、ご意見等についてでもですね、改めてご意見を伺った結果がですね、私どもの検討会でも出ておりますので、そういったですね、幅広い消費者団体のですね、生の声をしっかりと受けた上で、お取り組みの中で、良いところはしっかりと取り入れてい、きたいと思います。後藤仁志君。大臣、先ほど神戸さんが言ったように1年ということじゃなくて、やっぱりできるだけ早くね、今大臣おっしゃったようにまとめて形をしていかないと、多分今回の表示のやつこれから話をしますけども、やっぱりいろいろ私問題が実はあると思ってます。ですからそのやっぱりそれを実行している執行している機関のですね、在り方自体が不安定な中で、また先ほどの自己調じゃありませんけども、不十分な人的な中でですね、やっていくということは、やっぱり僕は非常に難しいというふうには思ってますんで、これからの議論もう少しやりしますんで、大臣、安心と安全、職の安心と安全は、どのような、定義だと大臣お考えですか。森国務大臣。食の安心と安全については消費者がですね、消費者にとって、安全な食品を安心して、選んで、そして、食べることができるための取り組みというふうに理解しております。後藤仁志君。私 の, 理解は若干別でですね、安全というのはある意味では客観性があって科学的な根拠がある考え、安心というのは主観的な部分があって本人が納得をするかどうか、これは2年前の大震災の後ですね、
原子力の安全規制のプラスしてストレステストみたいなものをやりましたけども、でもその考え方に僕は似てるから個人的には思っています。で大臣ですね、日本の、じゃあその食の安全基準が、諸外国と比べてよく言われるのはより外国に比べると緩やかなのか厳しいのかというようなことを消費者の方の視点と事業者の方の視点で、ちょっと違いますけれども、大臣は諸外国から見て食の日本の食の安全基準というのはどのようだというふうにお考えでしょうか。厚生労働省新村医薬食品局食品安全部長。お答え申し上げます。食品に関する基準につきましては、各国がそれぞれの国の事情に基づいて定めている側面がございます。例えば残留農薬の基準を個別に比較した場合には、日本と諸外国との気候風土の違い、例えば日本は高温多湿であるといったこと、あるいは害虫の種類の違いなどによりまして、使われる農薬や使用方法が異なっていると、このため基準が異なる場合がございます。また添加物につきましては、日本と諸外国でこれまでそれぞれの長い食生活や制度の違いによりまして、指定されている添加物の種類に差があるということがございます。そのため残留農薬や添加物の基準につきまして、日本の基準が厳しいものもあれば、諸外国または国際基準の方が厳しい場合もあるというのが実態でございます。委員長、後藤俊志君。それでは日本の、食品の表示というのはですね、他の国から見ればどのような特徴がありますか。消費者庁菅下審議官。お答えいたします。食品表示につきましては、コーデックス委員会というところが定めます規格というのが国際的な規格とされておりまして、各国はこの規格を参考にするとともに、各国の事情を踏まえた表示規制を設けております。我が国におきましても、基本的にはコーデックス委員会が定める一般規格に従っておりますが、このほか例えば、加工食品の原料原産地表示でありますとか、遺伝子組み換え表示、こうした、コーデックスの一般規格に定められていない事項につきましても、一般消費者の選択に資するという観点から表示を義務付けているところがございます。委員長。後藤俊君。さん、日本の表示の他の国に比べた特徴は何ですか。日本語で書いてあるところじゃなくて、特徴。消費者庁菅下審議官。申し訳ございません。私の理解としては、今申しましたその、まさにそのこの加工食品の原料原産地表示や遺伝子組み換え、そうした、世界 の, その一般的な比較というものとにないものも加えて、その規制をしているというところが特徴かなというふうに理解をしておりました。委員長。後藤俊君。大臣、これちょっと後で出てきますから、もう一度大臣お尋ねしますが、大臣、今回ですね、3つの法案の表示に関わる部分を、この今回の食品表示法案は、まとめたということで、これからこの法律に基づいて執行というのがいろいろ問題になってきますが、大臣、この表示をですね、一元化する、消費者事業者の方はそれぞれの面がそれぞれ思いが違うんですが、メリットというものがどのようなものか、分かりやすく説明をしていただけますか。森国務大臣。はい。食品表示法の制定により、複雑で分かりにくい三方の表示部分を一元化して体系を整備し、使われる用語や定義を統一することが可能となり、消費者事業者双方によって分かりやすい表示が実現すると思います。具体的には、消費者にとっては表示に対する理解を助け、自主的かつ合理的な食品選択に資することが期待されます。特に栄養表示の義務化が可能となることにより、消費者の日々の栄養食生活管理による健康増進に寄与することが期待されます。先ほど委員がおっしゃったような、安全安心の安心の部分ででもですね、明確な食品表示ということが寄与すると
考えます。また事業者にとっては表示基準が一本化され、ルールが分かりやすくなることから、表示をするための負担が軽減されるということが期待をされます。後藤仁志君。大臣ですね、この表示法の、いろんな制度をですね、議論する際に、昨年消費者の意向調査というものをまとめました。この中でですね、一番多かったのは、安全性を確かめるというのが例えば、多いんですよね、これ。でその次に、いろんなこう、それぞれの項目によって違うんですが、品質を確認、値段の確認、いろんなこう項目があるんですが、先ほど大臣は私あえてですね、安全性と安全と安心ではどうですかというふうなことで、お聞きをしたのは、この中にも安全性を確かめるというのと安心感のを得られる商品を選ぶというのはちょっとこれ似たり寄ったりでちょっと違うんですよ。で、安全性の確認というのはね、大臣ね、今日は厚労省の部長も来ていただいてますから、もし補足があったらおっしゃっていただきたいんですけども、安全性というのは基本的には市場に出回るもの、私たちが少なくともスーパーや八百屋さんや魚屋さんや肉屋さんやコンビニで買うものというのは基本的には安全だというものが、基本的にはその市場に回っているというのが大前提です。で、安心というのは先ほどお話ししたように、ちょっとジャイ君と私のちょっと意見が違うんですが、多分本人がその安全性、安全確認をしたものでまだそれでも不安になるのか懸念があるのか納得できるのかという、多分その程度だと思うんです、私は。ですから、この安全性をね、確かめるっていうのは、例えばじゃあ今度の新しい食品表示の部分で、今大臣ちょっとおっしゃいましたけども、どこをもって安全性で確認するんですか。消費者庁、菅下審議官。はい、まさに市場に出回っているものは基本的には安全というのは確保されているという前提でございまして、その中で食品の表示をきちんとするということでございます。食品表示といたしましては、例えばアレルギー表示でありますとか、それから保存の方法、こうしたものにつきましては、それがしっかりされていることで、安全という面も確保できるというふうに考えております。後藤仁志君。菅下さんおっしゃる通りで、アレルギーの、ね、部分とは僕もそうだと思うんです。でも多分この消費者の意向調査ね、大臣、これもう一回僕やってもらいたいと思うんです。ちょっと視点を変えて、安全性の確認というのは多分普通違うと思うんです。後でちょっと厚労省も聞きますけども、例えば添加物に何が入っているかとか、それが発がん物質が、例えばいろんな新聞や雑誌で結構特集してますよね、いつも。なのでそういうのが入ってないかとか、僕はね、大臣も同じだと思うんですけど、違うんですよ。賞味期限を大体見ますよね。値段をまず見て、賞味期限を見て、その次見るのは大体カロリー表示なんですよね。このピーナッツ一袋食べちゃうと600キロカロリーとかですね、カップラーメン食べるとね、400キロあるじゃないですか。多分それを見る方って結構多いと思うんですよ。ちょっとお休みになってる方もいらっしゃいますけども、大臣ね、そういう意味ではこの確認のこの優先順位というものが上からこうどう優先なのか、ちょっとクロス用の僕も見方がよくわからない部分もあるんですが、多分そういうふうな部分を大臣も執行者の最高責任者ですからこれからお気をしてみますが、執行体制をじゃあその表示の、例えば栄養表示の部分、賞味期限の部分、そしてエネルギー表示の部分、いろんな部分が当然あるんで、今ジャス法、食品衛生法、健康増進法、いろんな、今度お酒も入るから財務省も含めてやりますけども、じゃあこの今食品表示に関わる国や地方自治体の執行体制がチェックするですね、人数と予算それぞれ、じゃあちょっと教えていただけますか。まず消費者庁、松田次長。答え申し上げます。現行のジャス法に基づきます食品の表示にかかる監視指導を行っている国の職員、これが約1300名でございまして、県域を超える広域事業者の監視指導を担当しております。このほか都道府県のジャス法担当部局の職員が
他の業務の人の兼務も含めてでございますけれども、1100名余で、検疫事業者の監視指導を担当しているところでございます。また食品衛生法に基づきます衛生食品衛生監視に従事しております都道府県等の職員、保健所のにおきます食品衛生監視員の数、これが約8000名でございまして、これらのものがそのございます。これは食品以外の衛生行政事務に従事しておりますが8000ということでございます。なお予算につきましてはちょっと食品表示との区分での予算額につきましては把握しておりませんが、この予算につきまして、この関係行政機関の連携の下で効率的かつ効果的な監視指導に努めてまいりたいというふうに考えております。後藤久志君。大臣ですね、今年間に、今出回っているですね、新商品と言われているものが例えば加工食品、例えばスナック菓子とか、冷凍食品も含めて、数万という推計もあります。で実際ですね、スーパー、いろんな地域性も当然あるんで、具体的な数字というのは把握がなかなか難しいようでありますけれども、今食料品で、出回っているですね、ものが50万アイテムから150万アイテムとあると、加工食品だけでですねと言われています。で今、次長がお答えいただいたように、ジャスオーで1400人、この人たちはほぼ、1000人でしょう。食品 G 面という肩書ですから。で、都道府県の現場の、職員の方が兼務含めて8000人体制という形です。で大臣、何が言いたいかというと、じゃあそのチェックをする体制を、これは多分性善説に基づかないとなかなかできないんですよね。ただしよっぽど賞味期限がもう消えてるとか、食べてですね違和感があったとかいうものは食品 G 面に通報したり、これは内部告発という部分もいくつかあるように聞いてますけども、やっぱりそういう部分をきちっと体制も含めて、見直していかないと、100万例えばね、大臣アイテムあるやつがほぼ基本的には、カロリーの表示があって、添加物が何が入ってますという栄養表示があって、で、これからは原産地を、明確にこう書いていく部分が非常に増えていくと思うんですよね、国民の方を除けば。という部分で、そのじゃあもっと、簡単に大臣に言えば、そんなたくさんある中で、例えば、輸入品で、国産もそうなんですが、原産国というのは輸入品だと思うんですよ。で原料原産地になると、国内の部分も入りますけれども、その例えば内容物のチェックって誰がしますか。消費者庁菅下審議官。お答えいたします。現行今ありました原産国、それから加工食品の原料原産地、これはジャス法に基づく品質表示基準で定められておりまして、その監視につきましては、消費者庁農林水産省、それから、都道府県が行っているということでございます。委員長。後藤仁志君。高橋さんね、それを本当にじゃあ100万円でもやってますか。消費者庁菅下審議官。お答えいたします。基本的には疑義情報などに基づいて調査、または、農林水産省におかれましては一般調査ということで行っているということでございますが、全品のもちろん調査ということではございません。後藤仁志君。大臣、ちょっと話をですね、関係するんですが、ヒラメの話をします。水産庁来ていただいてますよね。これも原料原産国、原料原産地と、象徴的なものなんですが、例えばまずですね、天然ヒラメと国産でいいです。国産の天然ヒラメと国産の養殖ヒラメというのはどのように見分けますか。農林水産省塚原大臣官房審議官。お答えします。現行ジャス法上、水産物につきましては名称及び原産地のほか、養殖されたものの場合にはその旨を表示することとされております。現在ジャス法に基づきまして、
表示違反の取り締まりを行っているところでございますが、天然ヒラメ、ご指摘の天然ヒラメと国産養殖ヒラメは外見上明確に見分けることが困難なことから、養殖されたものである旨の表示違反の解明にあたりましては、表示の根拠が記載されました取引伝票等を確認することにより実施をしております。食品表示法下でも引き続き適正な表示を推進するべく、食品関連事業者の監視指導を適切に行ってまいりたいと考えております。後藤俊君。同じような観点なんですが、例えば韓国で作った養殖ヒラメと国産の、天然物、要するに国産の天然物と養殖物とは、その表示根拠の、証拠まで先ほどまで分からないということですよね。じゃあ韓国の、養殖ヒラメと日本の養殖ヒラメはどのように見分けるんですか。どうですか。農林水産省塚原大臣官房審議官。お答えします。ご指摘の、輸入養殖ヒラメと国産の、ヒラメにつきましての見分けの ご質問でございますけれども、これも外見上明確に見分けをすることは困難でございますので、原産地表示違反の解明にあたりましては表示の根拠、が記載されました、取引伝票等を確認することにより、実施を現在しております。新しい法律下でも、引き続き、適正化を図るべく、適正な監視指導を行ってまいりたいというふうに考えております。後藤仁志君。大臣ね、今塚田さんがお答えをいただいたように、外形上全くわからないんですよ。ですから根拠のこの証拠の書類までね遡らないと、まあその表示の部分をよくわからないということはスーパーや魚屋さんではもうわからないということなんです。ですから先ほどの、職員人面の1400人のジャスオでですね今やってる方々も本当にそのこれ絶対まじいなとやばそうだなと思ったところしかできないということなんですよ。ですから少しその執行体制ちょっと後でまとめて話をしますけども、ちょっとよく考えられた方が私はいいと思うんです。でじゃあ次の部分で、教えてください。カロリー表示、私、一番気になる表示の一つなんですが、このたくさんの加工食品カロリー表示がまずついてますけれども、誰がどのような形でチェックしてますか。消費者省菅下審議官。現在内容、栄養表示の内容について確認する必要があると認める場合には、消費者庁および保健所の職員が食品のその製造施設等に立ち入りまして、そうした食品の検査、そして集計をすることができるというふうにされておりまして、そのような調査、必要なときにはそのような調査を行うということでございます。委員長。後藤仁志君。よくわかんないんですが、いや、じゃあ今低カロリーとかですね、減塩醤油とか、まあ、いろんな表示があります。カロリー、例えばカロリーオフという部分では、通常が、100グラムあたり、40カロリー、ごめんなさい、食品や飲料で、ロー低いというですね表示の意味合いというのは100グラムあたり40キロカロリー以下の食品、飲料では100ミリリットルあたり20キロカロリー以下の食品をオフや低と、要するに控えめ、小、ライト、ダイエットと表示することができるというふうに今なってますよね。この部分の低とか減とかいうのは誰がどのような形でチェックをなさっているんでしょうか。消費者庁菅下審議官。基本的には被疑情報に基づいて、そういう疑わしいということになりますれば、先ほど申しましたような、現在の調査の仕組みに基づきまして、権限を用いて調査をするということになろうかと考えております。後藤仁志君。菅谷さんね、どのような時に問題だなと思うんですか。消費者庁菅下審議官。
一般的には加工食品でございますと、今委員からお話ありますとおり、ルールがきちんと決まっておりますので、そういう間違ったものがそんなに頻発するとは考えておりませんが、そういう被疑情報が得られました場合には、必要な調査をするということになろうかと考えております。後藤仁志君。大臣ね、今聞いているように、被疑情報かどうかというのは、かなり革新的に抜き打ちをしたり、中でお作りになっている方が例えば内部告発をしたり、そのサンプルを入手してどっかの専門的な機関で分析をしなきゃ大臣わからないんですよ、普通はね。だからその連携というのがこれからすごく大切になるはずなんです。確かに今消費者庁がこれから特にこの表示法ができたらですね、確立案は要するにヘッドクォーター機能は私たちがやりますと、で、農水省、厚労省、そして、都道府県の保健所の方、財務省の方、それぞれの品目ごとによって、地方でも検査しますと、立ち入り検査しますと言っても、先ほど話したように100万アイテムくらいあるわけですよ、加工食品だけでね。というのはやっぱりその消費者の方々の強い要望と事業者の実行可能性というものをきちっとバランスを取ってあげないと、これはそのやっぱりここまでもできないというふうなことで違う方向に走ってしまう可能性も当然あるわけですよね。よく韓国が厳しい厳しいと、表示は非常に厳しいと言われてます。で、執行体制もそれに伴って、たくさんあると言われてます。人数が揃っているというふうにも言われてます。大臣ね、僕は去年もずっと言い続けたんですが、諸外国の、例えば後で、まず聞いちゃうか。諸外国の食品用事に対する執行体制はどうなってますか、教えてください。消費者庁、松田次長。諸外国の食品用事にかかる執行体制でございます。例えばアメリカにおきましては FDA、 いわゆる食品医薬品局が、市場流通しております食品のサンプルを収集して表示の正確性を確認しております。また FDA の出張の管轄ごとに異なる種類の食品の検査を行うことで FDA 本部との連携のもと幅広い食品検査ができるようにしている。韓国におきましては食品表示の監視は KFDA 食品医薬品安全庁とその地方庁 6地方庁、それから232の地方自治体所属の保健所が連携のもと行っているというふうなことになっております。またオーストリア、ドイツではオーストラリア、ドイツでは国内における食品表示の監視は州政府が行っております。いろいろこう諸外国ごとにさまざまな執行体制が構築されておりまして、我が国の執行体制の検討にあたりましての参考ともさせていただきたいというふうに考えております。後藤仁志君。次長ね、執行体制 の、フレームはいいですわ。じゃあ、人的な部分というのはそれぞれどうなっているか調べてますか。消費者庁、松田次長。申し訳ございません、今手元にございませんので。後藤仁志君。厚労省にも来てもらってるんでちょっと話大臣飛んでまとめますけども、厚労省にちょっとお聞きをしますが、防カビ剤というのはですね、今日本にでは食品添加物になってるんでしょうか、なってないんでしょうか。合わせて、食品添加物は日本とアメリカでどのような手続きでその差ってものが出てくるのか、ちょっと教えてください。厚生労働省新村医薬食品局食品安全部長。答え申し上げます。防カビ剤につきましてですが、収穫後の柑橘類等の作物に使用される農薬は一般的にポストハーベスト農薬と呼ばれております。このうちカビ等による腐敗変敗の防止など防カビ目的に用いるものは食品の保存の目的で、食品に使用するものに該当することから食品添加物として取り扱ってございます。
そして食品添加物の認可手続き等でございますが、我が国の添加物の指定は食品衛生法などに基づき、内閣府の食品安全委員会における安全性評価、厚生労働省の薬事食品衛生審議会での有効性等の審議、さらにパブリックコメント、消費者庁への協議等の手続きを経て行っております。一方、米国では食品医薬品化粧品法という法律に基づきまして、原則として米国 FDA が日本と同様に安全性や有効性について評価したものが使用されております。ただ米国ではこのほかに一般に安全と認められる物質につきまして、申請者が FDA に届け出ることによりまして、その物質による危害が発生しない限り販売を続けることができる制度もあると承知しております。後藤久志君。もう一つちょっと補強したいのは、今までですね、この法律がこれからできるとして、現行では食衛法、ジャス法、健康増進法をそれぞれで、表示というものが規定をされて、それぞれ、所管官庁が違い、立ち入り検査等ですね、いろんな行政指導をですね、処分をした事案があるというふうに思いますけれども、今まで、表示基準違反、表示違反でですね、問題を起こした事案というのは、この三法それぞれの別にですね、どの程度あるのか教えていただけますでしょうか。消費者庁。どちら、松田次長。答え申し上げます。ジャス法につきましては、ジャス法20条3項の立ち入り検査がこれ可能になっておりまして、平成23年度、農林水産省等が実施いたしました立ち入り検査の件数は27,456件でございました。食品衛生法につきましては、食衛法のこの28条1項により、立ち入り検査を実施することができるということになっておりますけれども、監視行は基本的に保健所が担っておりまして、消費者庁としてこれまで立ち入り検査を実施したことはございません。健康増進法につきましては、この同法の第32条3項に基づきまして、立ち入り検査を実施することができることになっておりますけれども、消費者庁におきまして、これまで立ち入り検査を実施したことはございません。この新たなこの食品表示法におけます執行体制につきましては、ルール、この議論にも出ておりますけれども、地方法を出先機関を有し、監視機能業務についてのノウハウ等を有する、農政局等の、地方農政局等の行政機関、あるいは都道府県保健所と引き続き連携して、適切に行っていきたいというふうに考えております。後藤久志君。次長ね、農水省がやった、指導は立ち入り検査の部分じゃなくて、その問い合わせ件数が25,000件くらいですよね。で、指導は数百件ですよね。ですよね。間違ったよね。いや、消費者庁松田次長。失礼いたしました。指導自身は先生ご指摘の通りでございます。委員長。後藤久志君。大臣ですね、このように実際ですね、表示を新しく統合をし、できるだけ消費者の方々に、安全性確認も含めて分かりやすい形にしていくという大きなですね、目的と、今まで少なくともそれぞれ、別々に執行していたその表示の問題がですね、やっぱりこの25,000件、農水省が出す方で、表示110番に来たやつも、内訳を見ると加工食品って結構多いんですよね。半分くらいが25,000件の、14,000件、くらいが、加工食品なんですよ。で、この多分、表示の110番に電話なさった方は、二通り、先ほどお話したようにですね、おかしいなと思った消費者の方と、そして中でですね、お仕事されている方で、これちょっと行き過ぎてるよなという部分だと思うんです。で、今、次長からお答えいただいたように、じゃあその指導して指示命令を出しているという件数はほとんどないわけです、実は。
で、健康増進法に至っては、消費者庁の実績はもうないと。で、都道府県のね、における実績も把握してませんということなんですよ、大臣。ね、大臣。で、8000人の先ほどの食品衛生監視官の方も衛生省のいっぱい兼務仕事をされてるわけですよ。だから、その、これからね、本当にこの表示を消費者団体の方も、たくさん今日この、質疑をですね、聞いてますけども、やっぱ執行体制不安だよなと多分思ってるんです。でも一方で、行革というね、ハードルも大きくあって、なかなか進まないところも当然ある。これもよくわかります。ですから、大臣ね、この全国的にこの監視体制、チェック体制をどうやっていくのか、その100万アイテムね、現実にあるという問題と、その新食品、新商品というのは、その多分万のオーダーで出てるんです。それが、まあ残るのは少ないですよ。という現実の事業実態、その事業環境を見たときに、どういうふうに実行可能性があって、消費者の方、国民の方が納得するような、その仕組みを作るのかというのが、私は大臣の一番大きい役割だと思っているんです。大臣、その執行体制、これからどうしていきますか。大臣じゃないんですか。大臣にして。森国務大臣。補足であれば、松田次長、お答えください。森国務大臣。はい、今さまざまなご指摘をいただきました。消費者庁設立したときにはこの食品の安全を含む消費者の安全分野、それから取引分野、約30 の法律を消費者庁に一元化したわけでございます。そのときにそれぞれの法律はその元の省庁の方で執行をしておりましたものをですね、執行体制を一部消費者庁に移したり、または元の省庁と共管にしたりしてですね、現在も執行を続けているわけでございます。消費者庁というのはやはり一元化をしていくというそういう大きな目標の中で、その執行体制についてもしっかりと消費者の期待に応えながらしていくという、それがもうそもそもの宿命のような義務だと思います。この食品の表示一元化法においてもご党委員のご指摘の通りでございまして、3つの法律に基づき、それぞれ今まで所管省庁があったものを一元化するという中において、執行体制をどうしていくかというのは消費者庁が生まれたときと同じ大きな課題でございます。まあ、法案におきましても、その執行事務というのは、表示基準の遵守状況の監視や、違反に対する是正措置等があるところ、消費者庁は地方組織を有していないため、引き続き地方出先機関を有する行政機関や、都道府県、保健所と連携して、効果的、効率的な執行に努めていく必要があると考えており、消費者庁が最初に設立したときの一元化した他の法律のですね、執行体制も同じように行っておりますので、その先行事例も参考にしながら、全国の監視指導体制の整備については、執行実績等も踏まえつつ、しっかりと検討をしていきたいと思います。いずれにせよ執行体制については取締りの実効性の維持強化を図っていくことが重要でありますが、国における法律というのはほとんどがそうであろうと思いますが、すべて例えばこの100万アイテム一つ一つ検査をするということはおよそ実現が著しく困難でございますので、例えば他の安全分野におきましても、例えば製品の安全でございましても、人の生命に関わるような、そういう危険な事故が発するような製品におきましても、
これはですね、全品を表示をチェックしているわけではございませんで、性善説にのっとって表示をしていただいたものを、多くの消費者の方の目や、それから内部告発等、またはですね、サンプル検査を、それこそ冒頭に出ました国民生活センター等が専門的な検査も行いまして、そこで消費者の安全を今まで守ってきたわけでございます。そういったことも、まあ勘案しながらですね、消費者の期待、それから事業者の負担、このバランスを後藤委員のご指摘のとおりしっかりと検討しながら、行政改革の観点も踏まえつつ、あり方をしっかりと検討してまいりたいと思います。後藤仁志君。大臣、踏まえていただくのは大変ありがたいんですが、僕いくつかですね、今大臣お答えいただいたことで、私ね、実は執行体制の一元化ですね、すぐできるなんて思ってませんし、これはすごい長い道のりだと思ってます。で、まずそこに着目しちゃうと、ご案内の通り霞が関はもう組織をいじるということになると大変危機としてやっぱりお仕事をなさるんで、そこは少しブレーキをかけながら、むしろ現場でのね、執行というものがきちっとできること、それに私は注力してもらいたいと思うんです。それは職員衛生監視官の方々や、今ジャスをメインでやってるその職員人面の皆さんも含めて、本当に現場でどういうふうにしてるお仕事をなさっているのか、ぜひね、大臣ね、一回話をね、きちんと現場で聞いてください。消費者団体の方と国選の、これからのあり方というのを聞くのも結構なんですが、やっぱり日本の食品産業というのは特に、大臣のご地元もそうだと思いますけども、豆腐屋さんから納豆屋さんから始まってですね、本当に家族だけでお弁当やお惣菜を作っている方や、50人100人のいわゆる中小企業というのがすごく多いわけですよ。90% 以上多分あると思います。そういうところの人たちが、今回の法律では、国有事業者への配慮規定というもので、ある意味ではこの表示のですね、全ての全面義務化ではない、猶予をですね、与えてということの部分は、これは私ども検討委員会で議論したときに、そうすべきだと私は強く主張した一人なんですが、やっぱり現場を知らなくて、その頭だけですね、決めていくというのは僕はね、絶対間違いだと思います。それを、どう先ほど大臣がおっしゃっていただいたように、消費者の方の強い希望というのは、これからちょっとお尋ねをしますけどね、まず価格なんです。その次に品質、賞味期限、安全性、いろいろあります。これはモニターの通りだと思います。なんとなく。で、これができれば何でも解決するみたいなことでは、大臣、違うんです。じゃあね、大臣ね、ちょっと話、もう時間ありませんから、ざーっと飛ばして、大臣、食品のですね、加工食品のルールでは、3分の1ルールのあるというのが多分大臣、ご存知だと思いますけども、この食品表示、法が通った、要するに、表示が一元化になったら、この3分の1ルールが、見直しをされるんでしょうか。消費者庁、菅下審議官。お答えいたします。この3分の1ルールにつきましては、賞味期限をもとに、業者間で自主的にその納入期限、販売期限を設定するルールでありまして、あくまで任意で行われているものでございまして、法的な義務はないというものでございます。従いまして、この法案のできるということと、この3分の1ルールがどうなるかというのは、直接の関係はないかと考えております。ただ、消費者としましては、その消費者庁のホームページなどで、3分の1ルールについては任意のものであるということを明確化しておりまして、して示しております。また食品表示法案施行後もこの賞味期限に関する適切な運用を促すという観点から、この行為者点についての関係者の周知に努めてまいりたいと考えております。後藤仁志君。委員長、一説にですね、大臣、この3分のルールというのは、要するにバブル華やかし子の大手量販店と、そうではない、中小のですね、納入業者の方のルールから、スタートして、まだ20年ちょっとの、日本の紹介、これは実は別に諸外国にもあるわけです。諸外国では2分の1ルールとか3分の2ルール、要すれば、2ヶ月経って、普通は6ヶ月くらい加工食品を作るのを持ちますから、2ヶ月で返してしまえと。でもこれは、消費者の方も、やっぱりできるだけ賞味期限の長いもの、
というものを、消費期限が長いもの、賞味期限が長いものを、やっぱり購入 したいんですよ。私も時々、まあ、年に数度しか行きませんが、スーパーで卵を買うときに、奥の方の方が賞味期限が長いんですね。まあ、そっちの方がなんとなくいいかなと、大臣も多分そうだと思いますけども、思っちゃうんですよ。これもね、しょうがないんです。だから、今、須田さんがおっしゃったように、これ法律では確かないですよ。でも、これで食品ロスが年間に数百万トン、場合によったら500万から800万トン言われているというふうに言われている食品廃棄のうちのかなりの部分が、この3分の1ルールだというふうにも言われているんです。でなんと、この返品のこの額が、例えば、スーパー、小売店がですね、卸に返す額が1000億円を超えているということなんですよ。ですから、これがもし、在庫で普通に、店頭に並んで、消費者の方に買っていただいたんだったら、この1000億はもしかしたら、仮定ですけども、価格を引き下げる、要するに、買うですね、購入価格が下がることにもしかしてつながるかもしれないんです。そのリスクヘッジみたいなものを、在庫ヘッジみたいなものをしているから、1000億以上のですね、ロスが、というか、返品ロス、額が出てくるということも言われているんで、ぜひね、大臣ね、これは、この間って、まあ、周囲では通った、食品、消費税のですね、価格円滑化法と同じように、消費者庁がこれからどういうふうな動きをするかによって、多く変わってくるんです。ですから、召喚書だから、ほっとけということじゃなくて、表示上全く問題ないと、消費者団体の方も全く問題ないと、いうことを強く言ってください。いかがですか。森国務大臣。今、審議官からお答えしたとおり、消費者庁としては、これまでは消費者庁ホームページについて、3分の1ルールについては、任意のものであるということを明確化してきたわけでございますけれども、適切な理解を深めるために、後藤委員のご指摘について、検討してまいりたいと思います。後藤仁志君。ぜひ積極的に指導してください。大臣ね、昨日の夕刊に路上弁当を食えない話というのがあったのご存知ですか。実はね、東京都が、10年間食中毒になったようでありますけれども、路上で売ってるお弁当屋さん一つ500円とかありますよね。もうなくすんだという話で、いろんなやり取り、これ本当全部本当かどうか知りません。私聞きたいのは、こうやって答えられる方でいいですから、これは条例で、路上販売の禁止をするということなんです。先ほどの食品衛生法、これから表示も含めて、例えば国で決めた表示基準と、その条例で新たな負荷をですね、その表示でかけれるんですか。私これね、ちょっとおかしいなと。で、これ見てると、路上で弁当を売っちゃいけないみたいな規制してるのが全国でやっぱり何件かあって、規制してない件もあって、条例によってこういうふうに違うと。法律規制じゃなくて条例でいろんなそのイエスノーを言ってるということ。これ表示にですね、僕影響するのかなと。例えば、何ミリでいけませんよと。もっと強化をしようと。要するに強めるというね、条例で、表示義務を課したときに、どうなんですか、大臣。森国務大臣。路上で売っているお弁当についての、昨日の夕刊の記事というのはまだ見ておりませんので、ちょっと、具体的な事例についてのご答弁は控えさせていただきたいと思います。後藤仁志君、弁当のやつはまたいいんですけども、要するに今回の表示で、まあ、国が、まあ、これから決める基準と、じゃ条例で例えばそれを付加したり下げたり上げたりというのができるんですか。消費者庁、菅下審議官。一般論でございますけれども、自治体がその別のルールを決める、別の観点から、それぞれの観点から別のルールを決めるということは、基本的には可能だというふうに考えております。後藤仁志君。大臣、それはね、ちょっと困るんです。本当は国際的な食のグローバルのお話もしようとしたんですけれども、これからね、加工食品中心にアジア輸出していこうとか、国内で、
その地産地消しているですね、あの食品なんてほとんどないわけですよ。まあ、2割か3割ありますけども、ほとんど全国流通しているのに、その条例でですね、この県はダメ、あのここまでよと、この県はあのそれ以上 の, あのきつい表示しているよと、これはやっぱり絶対混乱をするんで、ぜひやめさせてください。一律な全国統一の表示をすべきだと私は思いますけど、大臣、最後に、大臣のご見解をお願いして終わります。森国務大臣。重要なご指摘だと思いますので、検討いたします。はい、ありがとうございました。